こちらのお宅ですね。こんにちは。はじめまして。おかわりちゃったと思います。かわいいな。お名前は鈴音です。歌声と声が一緒だ。軽やかな。引き込まれるような優しい声。大川千里さんは大館市出身のシンガーソングライターです。大川さんには高次脳機能障害があります。記憶力や認知力など脳の働きが低下する障害です。私縦字が読むのが苦手なんですよ。一文字ずつこう指で追わないと読めなくて、追っていてもちょっと気がそれるともうどこだっけっていう感じで、当たり前のことができなくなった。落ち込んでいた時支えになったのがギターでした。結構辛い時でも何かあったらもうギター弾いて、なんていうんだろう、嫌なことあってもギター弾いて切り替えたりとかしてたんで。ご飯も食べないでトイレにも行かず風呂にも行かずギターを弾き続けるんですね。で一番長い時で10時間、ああずっとこういうのをやりたかったんだなって思って、もうそれからは全面的に応援してます。一番のファンだと思います。気持ち悪い。、まあ、いいべ。音楽と家族に支えられたという大川さん、今度は自分が障害のある人たちを元気づけようと県内の福祉施設などで歌を届けてきました。そして去年秋田市の男性と結婚、12月にはすずねちゃんが生まれました。子育てするときに何かこう気をつけてることってありますか？同じようなアプリ、何時にミルク飲んだとか何時にご飯離乳食食べたとかっていうのを旦那と共有して忘れないように。ミルクあげたらそこに全部打ち込むっていうのをやって、今は日々大きくなる娘の姿が可愛くて仕方がないと言います。そして大川さんには今会いたい人がいます。私が病気した時にその病気を一番最初に見つけてくれて、その先生は私は命の恩人だなってずっと思って、でなのでその先生にもし会えるなら会いたいです。その先生の名前は山本達也さん。大川さんの主治医でしたが、退院する頃には別の病院に移ってしまっていたんだとか。私酒井探しました。昔大館でお医者さん病院で働いていたっていう。あ、そしてあ、いらっしゃる。今はお隣青森県の弘前大学附属病院に勤めていることが分かりました。診察を受けていたのは小学校3年生8歳の時。大川さん、母親になった姿を見てもらいたかったんです。山本先生との待ち合わせは地元大館市。この扉の先に山本先生いらっしゃいます。今お気持ちは？緊張する。楽しみだね。
の木は今立派になられて久しぶりです。お子さんも可愛いお子さんで良かったですね、うん、何ヶ月ですか？今7ヶ月です、うん、はい、本当に先生のおかげでちょっとその腕のところ覚えてます覚えてますよ、はい、最初ここずっと痛いって言ってお熱出てて、まあ、骨の病気じゃないかっていうのも最初あって、ここから、まああのまあ、診断につながったっていうわけなんです、はい、あ先生、はい、どうしたんですか？昔もらったお手紙が、あの机の中にあったのですごい入った記憶ありますか？あでも私はもうそうですね、まあ、この頃流行ってた小島よしおさんをあのお願いされてよく踊ってたので、僕山本先生が踊ってたんですか？あの、はい、あの小島よしおのモノマネしてくれなきゃ注射しないっていうわがままをずっと言ってて、はい、すごいなんか患者の一人としか思ってないだろうなとかって思ってたので、なんか覚えててくれたのもこういう手紙取っておいてくれてたのもすっごい嬉しいです仕分けないなって今思えば、うん、ちょっとでねそれでもこう元気になってくれるんだったら何でもやって盛り上げますけどすごい今の自分があるのは先生のおかげ。これまでも自分の素直な思いを歌にしてきた大川さん、今年作ったのはこの歌です。これからいろんな景色があなたを待ってる。泣いてもいいよ、その場合笑えるなら、そんな人生を歩いていけますように。ゾクゾクしました、ね、うん、やっぱ自分でこう見た子供たちが元気になって、こうやってあの次の世代に命をつないでいくっていうのはすごい嬉しいです。これからその先生がつないでくれた命、なんだろう、こう助けてくれた命を大事に、また私も誰かの命を救えるように活動していこうと思います